はい、どうもおはこんばんにちは、 N スタジオのリュウです。ポケットモンスタースカーレットやっていこうと思います。で、今回やるのはランクバトル、ついに手を出そうかなと思うんで、早速ね、うちのこのメンバーでやっていこうと思います。ポケポータル開いて、バトルスタジアムかな、カジュアルランクインターネット大会、大会のもやりたいよな。まあでもランクバトルからかな。ランクバトルは世界中でいろんな人と対戦してランクを競い合うモードです。ランクバトルに勝利するとあなたのランクが上がっていきます。シーズン終了前にどこまでランクを上げるか挑戦してみましょう。最高ランクに、最高ランクのランクマックスになるとランキングに挑戦できます。より高い順位でのシーズン終了を目指して頑張りましょう。ランクバトルでは開催中のシーズンごとに参加できるポケモンが変わります。詳しいルールはポケポータルのお知らせをご確認ください。で、まだ1回もやったことないんで、シングルバトル、まあ手持ちでいいかな。これが俺のメインかな。レントラーは絶対外したくないしね。これでいってみよう。この3体できると思うんだけどな。まだ俺も初心者だからな、どれがどれ出てくるかっていうのも読めないしな。見た感じでもこの3体でいけばいけるかなっていう気はしてんだけどな。特殊タイプがいないんだよな。近ねえな。これで行こうかな。よろしくお願いします。色地だ。俺も色地だけどね。羽ばたく神の色地。交代してくるか。いや、フェアリータイプ覚えてた気すんな。あ、いや、このままいくか。いきなりテラスタル。わ、やっぱフェアリーか。交代読みだったんだけどな。帰ってくると予想するか。あー無理か。お、耐えた。いいね。お盆の実ね。まあしゃあないな。
だったらルカリオかな。交代してくると読む。おお、来るんだ。あーでも向こうの方が早かったな。どうだろう。これで押し切れたらいいんだけどな。コータス、イロチね、イデリね。迅速どうだ。耐えるか。すまん、ルガリオ。食べ残しか。あとは俺の相棒に任すしかないか。耐えると見て高速移動を打つか。うわ、だるい。あくびはめんどくせえ。次のターン寝ちまうから、よし、あと1体ずつ。これつらいな。いや、古代ポケモンの色違いゲットしてるのすごいな。うわ、じゃれつく、じゃれつく。から元気の方が良かったかな。おっしゃー、勝ったぜ。ありがとうございました。まずは一勝。いや、ヌメルゴの時ちょっと焦ったけどな。なんとか勝てた。はい、クリキントンさんよろしくお願いします。で、持ってるポケモンが、うわ、まあまあガチだな。ガブリアスとか出てこられるとっていう考えだよね。ガブリアスが一番怖いかな、今持ってるポケモンで。だから悩むな。サンダース、サンダースからのレントラーは入れたい。
そうだな、特殊タイプがそんなにいないんだよな。物理受けの方がいい気はする。でいいかな、わかんない。ちょっとこっから勉強していかないといけないからな。ああ、ソーブレイズか。ソーブレイズは物理タイプのポケモンだったはずで、こっちの方が多分早いと思うんだよな。シャドーボール、よしよし、研磨ね。交代してくるかな。交代でガブリアスが来ると予想しての一応シャドーボールにしとこう。おー、よしよし、魚ジオンか。魚ジオン、ちょっと、あ、でもそうか、こだわりメガネだからどのみちシャドーボールしか打てないわ。忘れてた、残念。自信持ちか、やっぱちょっとギリギリまで弱らしたい。塩漬け、シルタリスで滅びの歌するか。これの使い方がな、俺もまだいまいち分かってないところなんだよね。身代わりしてからの滅びの歌かな。効果抜群だけど、おお、身代わり残ったな、よしよし、これで嫌だろうな。これおお、消えちゃったか、やっぱ。これで回復するでしょ。で逃がさない、あ、先に炎のずっとくべきだったのかな。痛い、塩漬けになっちゃったよ。羽休めしよう。よし、全開。よし、とりあえずこれであと2ターン、1ターンかな。滅びのカウントが1になった。代わり、呪い使った。
塩漬けが痛いよねこれ。まあ、魚事を持っていけただけでもいいかな。なるほどね、そういう使い方ね。残るはうちのレンだけ。ガブリアス泣きするな。どうなんだろう。お、ルカリオだ、ラッキー。だら一旦高速移動で素早さを回ろう。こっちの方が早かった、もともと早かったのと波動弾ね。で火炎玉食らうでしょ。で今一つなんだよな、どっちしようかな。確か空元気が技の威力が2倍、140にはなるんだけど、どうだろう。これで、おお痛い。あー残るか。あーこれ神速持ちだからきついな。ダメだ、負けたなこれ。くっそー、ジルタリスのとこで1体持っていったんがきつかったかな。あそこで魚人王を倒せる誰かを連れて行ってたらいけたかな。うん、惜しかったよね気もするし、じゃれつくにしてた方が良かったのかもしれんな。リーフさんよろしくお願いします。でミミッキ、魚人王、カイリュウ、バンギラス、土下山と、なるほどなるほどですね、なるほどですよ。だったらミミッキとか来るよな多分。魚人オン、カイリュウ、ミミッキュかなってなってくると、うちの電流使いたいよな。でヌメルゴン、やっぱレントラを外せないかな。これでいこう。正直どれがどれ来るかっていうのもまだ全然把握してないからな。こいつだったらこの組み合わせみたいな。あ、一緒で海流ね。同じ流という名前は入っとるがな。これは普通にもうテラバーストでいいんじゃないか。行ってこい電流。よし耐えた耐えた。なおかつ静電気だれい。交代してくるかな。交代読みで、いや捨ててくるか。はい、お疲れちゃん。まだまだいけるな。よしよしよし。
あの頃頑張ったミミック。あ、色違いだ。だったらどうしようかな。タイプ1技打ってちょっとでも。おお、降参やったぜ。うぃー、勝った勝った。3戦2勝ってとこだね。はい、というわけで今回バトルをちょっと3戦だけやってみたんですけど、どうだったでしょうか。まあ多分全然至らないところだらけだったと思うんですけど、もしよかったらそのコメントとかで、この場合はこうした方がいいですよとかでアドバイスもらえると助かります。ちょっとね、3戦ずつぐらいで動画で上げていこうかなと思うんで、よかったら見てください。チャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。次回の動画、またライブ配信の時まで。またね。